テナちゃん、ちょっといい？この子、コウシ君って言うんだけど、寮母として雇おうと思うんだ。火事で家がなくなっちゃったらしくて。嫌です。まあそう言わずにさ。無理、男の子が寮母さんだなんて絶対無理無理。それなのにあの子は、コウシ君は私を守ってくれたのに、私自分でいっぱいになって自分だけを守っちゃったんだ。あれなんだこれ、なんか安心する。あったかくていい匂いで柔らか。いや、あの、そのやっぱり男の子無理。あれは平気なの？あれ？あれだよ、あれ。あき嫌いじゃないです、苦手なだけです。ごめん、もうやらないから。平気だってば。さあ行こう。前途多難だ。しまった、話せ。ダメ、こんな公衆の面前で話なんて。ごめん姉貴、俺が急がせたから。大丈夫、そんなに急がなくてもアイスは溶けないって。あ、ぶつかってすみませんでした。じゃあ。おはよう、コウシ君。おはようございます。いつも作ってもらっちゃってごめんね。いえ、料理は好きですから。それでもありがとう。やっぱりまだ厳しいです。